はい、その携帯ジャャーナリストトです。す、えー。チンンネル登録、コメントよろししくお願いいたします、えー、1月4日になりますけども毎日新聞が報じた記事で、えー、総務省がスマホ乗り換え相談所を設置へという記事があります。こちらね、えー、総務省今やアクションプランというものを掲げておりまして、まあ、ユーザーがいろんな携帯電話会社を乗り換え安すくすると。 いうような、まあね、施策割れこれ打ってるんですけども、まあね、そこの一環として、どうやらね、スマホの理解相談所を作りたいというような話があると。で、まあ年内、まあ今年のね、夏にも、まあそういったものを作ろうと。まあ試験事業として、まあ実証実験的に立ち上げるというような、えー、記事が出ておりました。で、これ、あの、まあ実際にまあこういった新聞報道があって、 まあ事実なのかというところで言いますと、まあね、その携帯ウォッチがまあ総務省に確認して、ほぼ事実というような話も出ていましたし、1月四日金曜日ね、総務大臣、武田良太総務大臣のまあ定例会見によって、まあね、これが事実であるというようなことも明らかになっておりました。で、総務省のね、YouTube チャンネルにも、武田良太総務大臣の定例会見の様子、上がっていますけども、まあ、それによりますと、まあね、令和3年度、 2021年度にモデル事業として実証実験的に立ち上げるというところで来年度にはビジネスモデルとして成立すればいいのかなというところに考えているようです。でこれというのは国自身、高田総務大臣が言うには国自身が相談所を作って運営するわけではないと実証事業を展開することによって今後検討していくと。 まあおそらくね、これまあ、家電量販店なのか、えー、中古取扱業者なのか、まあわかりませんけども、まあ携帯電話ね、関連のある、まあ会社なりが受け負って、まあサービスを提供していくものになるだろうというところで、まあね、そうは言っても、まあ初期の段階ではまあ税金が使われていくことになるというふうに見られております。で、これで、ねえー、毎日新聞の記事が出た後、まあね、だよね、相当突っ込みがあったと言いますか、 まあ、こんなことになんで税金使うのというような、まあね、批判的な声が多かったのかなというふうに思いますし、まあね、私自身もね、こんなに意味がないんじゃないのかというふうにも思っております。でね、あの、そもそもなんですけど、まあ、こういったね、乗り換えをまあ、サポートする事業、まあ、事業と言いますか、サービスというのは、まあ、民間がやればいいんじゃないのかというところがあると思います。で、まあ、ユーザーの立場からすると、確かに、まあね、えー、世間でいうとこの保険の窓口みたいな、 ああいった、まあ保険の契約を安く見直せるといったようなところがあるのはベストなんですけども、まあね、携帯電話でやろうと思うと、やはりね、その、じゃあそのお金、えー、じゃあその街中にあるショップを誰が運営してね、 えー、どういったビジネスモデルでやるのかというところが結構難しいのかなと。例えばね、まあドコモも英ソフトバンク、さらに MVN も含めてね、えー、何でもかんでも契約できますよという場所を設けて、まあそういったサービスを提供しようとしたとしても、お金をもらうのはね、新しく契約した側のね、会社、キャリアだったり MVN だったりしますので、まあね、そういった たったところから、キャリアからのインセンティブ、販売奨励金みたいなものの、ね、額によって、まあね、お客さんは店頭にね、相談しに行っても誘導されてしまうのかなと。例えば、まあね、ドコモが1万円、au が1万円、ソフトバンクがまあ2万円ね、それぞれそういったお店に対して、窓口に対して新規契約取ったら、ね、これだけの金額を渡しますよというふうに言えば、ね、そういったスマホの窓口的なお店からすると、 まあね、うまいこと言って、まあソフトバンクを契約してもらうと。これたと例えですよ。にしてもらうという流れになるのかなというところなので、まあね、本当にこう、インセンティブ、販売奨励金の、ね、額によって、まあ契約していく会社が決まっちゃうんじゃないのかなというふうにも思います。なので、まあね、総務省、まあ総務大臣としては、中立な立場で相談に乗ってもらう場所というふうにも言ってますけども、なかなかこのね、中立な場所というのを設定するのが難しいのかなというふうにも思います。 まあね、一番、まあ、手っ取り早い方法は、ユーザーが、まあ、相談料を支払う形で、まあ、それが3000なのか5000なのかわかんないですけども、まあ、それを支払うことによって相談に乗ってくれて、でね、最適なプランを契約してくれるというのが、まあ、理想ですけども、まあね、えー、そんなお金を払ってまでユーザーね、それぞれ安くしたいと思うのかなというところが正直ね、不透明なところだとします。 これだけね、介助料を安くするナンバーポータビル手数料をなくすというところでね、キャリアにこうね、無理強いをして手数料をなくさしても変わらず、じゃあなんでね、その乗り換えをするためにわざわざね、相談料を払わなきゃいけないんだというところで言いますと、まあね、このあたりね、突っ込みところがあると言いますか、まあ難しいビジネスモデルなんじゃないのかなというふうにも感じています。あともう一つね、こちらまあ日経電子版のコラムでも書いたんですけども、もうそもそもの話、 もうね、ユーザーからするともうね、乗り換えをね、意識する必要はなくなってくるんじゃないのかなというふうにも感じています。まあね、それこそまあ去年ぐらいね、2020年ぐらいまでは、 ね、どこもえいソフトバンクの、まあ、料金高いなと、毎月毎月8000とか9000払うのは嫌だなと思っている人からすると、じゃあね、格安スマホ乗り換えよう、MVN を乗り換えようということをすれば、まあね、それがこう3000円ぐらいになってね、非常に安くなるというような状況で、やはりね、 乗り換えすることがイコールね、えー、お政府に優しくなるという行為でしたけども、ねえー、去年にはドコモがアハモを発表し、ソフトバンクはソフトバンクオンラインを発表し、ね、1月中にも KDDI が5分のかけ放題込みで2,980円というプランを出してくると思われますので、まあ、そうなってくると何が起きるかと言いますと、 ドコモを契約している人は、わざわざね、格安スマホに乗り換えなくても、ドコモの中で自分のね、あった料金プランを選ぶことができるという状況にもなりますし、まあね、ソフトバンクも同じ。ソフトバンクなのか、そういうこともね、あんまり容量使わないのであれば、Y モバイルという選択肢もありますし、いやいや、オンライン使いこなせますよという人からすると、ソフトバンクをオンライン選べばいいという状況にもなりますので、もはやね、その、これからは、 他のキャリアに乗り移るんじゃなくて、あくまで今契約している会社の中で最適な料金プランを選べばいいという状況にもなりますので、わざわざこういったね、総務省が作ろうとしているスマホ乗り換え相談所なんかに行かなくても、最適な料金プランを選べるんじゃないのかなというふうには思います。 ね。やはりまあ、ユーザーからするとね、例えばじゃあ3もしくは4キャリア、しかもさらに加えて格安スマホまでね、まあほんこう、10個、20個ぐらい選択肢があっても、なかなか選べなかったりするわけじゃないですか。であれば、そういったね、今契約してるキャリアの中で、そういったブランドもしくは料金プランを選んでいけば、まあね、多くても3つの中から自分に合ったものを選べばいいというところになるので、まあ非常にわかりやすく納得感もあるのかなというふうにも思います。 さらに、まあね、そういったスマホの折り替え相談所で、じゃあね、あなたには最適な MVN がありますよと。じゃあこの MVN 乗り換えてくださいねというふうに言われたときに、ね、例えばそのネットワークが今まで au だったのがドコモベースの MVN だったりすると、じゃあね、今持ってるスマートフォンがね、そのままじゃあそのね、ネットワークで使えるのかと。SIM ロック解除できるのかといった問題もあったりもしますので、まあね、そういったこうね、 ネットワークをまたぐというのは結構ね、ユーザーからすると不安だったりもしますし、必ずしも今持っているスマートフォンがね、完璧に動くもんでもどうかも分からないというところだったりもしますので、やはりまあユーザーのことを考えると、今契約している携帯では、会社の、ね、サブブランドもしくは新料金プランを契約した方が、ネットワーク的にも安心ですし、まあね、スマートフォンも安定して動くという状況にもなったりするのかなというふうには思います。 ね、あの、ま、あ総務省としては、ま、アクションプランでね、そういった、ま、いろいろと乗り換えをしやすいような仕組みを作ったりですとか、ま、あ今回の、ま、あね、乗り換え相談所みたいなものを作ろうとしてますけども、結局ね、えー、武田良太総務大臣がメインブランドに値、ね、下げしろというふうに言ったことによって、各社ね、 えー、そのね、グループ内、えー、メインキャリアの、まあ、新料金もしくは、ブランドの中で移動すれば安くなるという状況ね。まさに河川状況を作ってしまったので、まあそういったね、キャリアをまたぐ MVA の二行する乗り換えというのを意識する要がなくなというところで言うと、まあね、非常にキャユーザーにとってみるとや、簡単に、しかも自分の料金プランを乗りやすくなく、乗り換えやすくなるというところは歓迎すべきところだと思いますが、 あるいは業界全体のことを考えると、まあ、河川も進むでしょうし、まあ、MV にとっては厳しい状況になりますし、まあ、こういったね、総務省が一生懸命やっている乗り換えアクションプランといったものも、まあね、無用の長物に終わってしまうのかなというふうには思っています。 ですので、まあ、3月以降3社で2980のプランが出てくると思いますので、まあね、ぜひとも、ね、それに合う、ね、20ギガで足りるユーザーは乗り換えればいいと思いますし、ねまあ、そういった乗り換えをすることによって、ね、市場が活性化することはいいことなんですけども、ただ、ね、楽天モバイルや MVN はちょっと厳しくなるというところので、早く、ね、総務省としてはそういった MVN もしくは楽天モバイルが生き残ってくるような、ね、策を早く打つ必要があるのかなというふうには思っております。はい、以上で私の解説になります。 ありがとうございました。